マリン先輩心配だな。でもマリン先輩とさ、昨日、チャットしててさ、ねえ、なんかすごいやっぱ不安がっててさ、でしかもすごくやっぱりマリン先輩って責任感強いから、その楽しみにしていたさことがさ、そう延期になっちゃうっていうのもね、すごくなんかショック受けてたし、絶対なんかしょぼんとしてるだろうなと思ってさ、ね、連絡してたんだけど、今日もねチャットとかして、今日なんてね病院行ってまたしょぼんとしてて、でなんか元気になったらねまたご飯なんか作ってあげるから頑張るんだって話をしてでそしたらもうなんかね、パカネルありがとうっつってルイありがとうって言ってた。もう元気になったらご飯作るから、なんか食べたいものを考えておいてくださいっつってね、守りたいなんでね、まあ私も気をつけますが、皆さんもね気をつけてください。元気になったらまた一緒にコラボしたいからね、納豆卵焼き作ろうかね。